バイブル・ジョンとは1968年から1969年の間にスコットランドのグラス号で3人の若い女性を殺害したと考えられている正体不明の連続殺人犯。バイブル・ジョンの犠牲者はいずれも25歳から32歳までの若いブルネットの女性であり、全員がバローランドボールルームで犯人と出会ったされる。犯人は不明であり、事件は 未解決のままである。また、スコットランドの刑事史上最も広範囲で犯人が捜査された事件の一つである。この正体不明の連続殺人者が、バイブルジョンという名前で知られるようになったのは、たびたび聖書から言葉を引用したことと、最後の犠牲者と会っている間に貫通を非難する、発言をしたことに由来する。連続合間殺人犯。 ピーター・トービンの行動や手口との関連性から、トービンが犯人であるという説も唱えられている。ちなみに、バイブル・ジョン事件は、殺人者と疑われる人物の似顔絵を一般に公表することが大法官府書記官に認可された、スコットランドでは、初の事例である。1968年2月23日、グラスゴー南部のバトルフィールドにある職場へ通勤中の男性が、 カシシャコの出入り口で25歳の看護助手、パトリシア・ドッカーの裸の遺体を発見した。遺体が発見された場所は、ラングサイドにあるパトリシアの自宅から、ほんの数メートルの距離だった。遺体には特に顔や頭部に広範囲のドン的外傷が認められた。また、ベルトと思われる硬い紐で考察されていた。パトリシアのハンドバッグや腕時計、衣服は、 犯行現場には残っておらず、衣服はその後も発見されなかった。しかし、ハンドバッグは後に水中探査機によってカート側から回収され、腕時計は殺害現場付近の水たまりから回収された。この地域での広範囲の個別訪問調査の結果、ある女性が前の晩にリーブミーアローンと叫ぶ女性の声を聞いたと証言した。しかし、 犯行現場では確実な証拠はほとんど見つからなかった。それでも、なお、犯行現場から遺体を回収した救急隊員により、被害者が近くのレンフルーシャーのミアーンスカーク病院で働いていた看護師であると捜査官に伝えられた。それにより、翌日になって被害者の父親が遺体の身元を正式に確認した。パトリシアは既婚者であり、子供もいたが、当時は、 夫と疎遠になっており、自分の両親と一緒に暮らしていた。殺害される前夜、パトリシアは両親に向けて、近所のホープストリートにある、マジェスティックボールルームで踊りに行くつもりであると、伝えていた。しかし、理由は不明だが、結局バローランドボールルームで夜を過ごすことを選んだ。バローランドボールルームでは毎週木曜日に25歳以上向けの、催しが開かれており、 それに参加するためだった可能性がある。パトリシアはその日の夜に帰宅しなかったが、両親は、娘は、友人の家で過ごしていると考えていた。グラスゴー大学医学部のギルバート・ホーブス医師が行った検視では、パトリシアの死因は公約であり、性的暴行の明確な証拠を示していないことが確認された。さらに、発見時の遺体の死後硬直の進行度から、パトリシアは、 バローランドボールルームを出た直後に殺害された可能性があることが示唆された。警察は殺人犯はパトリシアに掴かみかかり顔を繰り返し殴ったり蹴ったりした可能性があるという結論を下した。パトリシアが leave me alone と二度叫んだのはその時のようである。その際殺人犯はパトリシアを考察する前に交換しようとした。靴以外は裸にして カーマイケルにあるシシャコの出入り口の近くに遺体を放置した。ジェマイマ・マクドナルドは3人の子供の母親だった。当時32歳のジェマイマはバローランドボールルームに定期的に通っており、1969年8月16日も夜に踊りに行くことに決めた。ジェマイマがバローランドボールルームに行くときは姉妹のマーガレット・オブライエンが3人の子供の面倒を見るのが、 家族の習慣だった。午前0時が近づいた頃に、ジェマイマが若い男性と一緒にいる姿を数名が目撃している。その男性は、身なりが良く、上品な言葉遣いで、体格は痩せ型、年齢は25歳から35歳、身長は180センチメートルから190センチメートル程度だった。髪は濃い茶色であり、 独特のグラスーなまりの話し方で、時折聖書の言葉を会話の中で引用していた。8月17日午前0時直後に、ジェマイマがこの人物と共にバローランドボールルームを立ち去る姿が目撃されている。最後に目撃されたのは午前0時40分頃のことで、その時は自宅の方向へメインストリート、またはランドレシーストリートを歩いていた。翌日、 マーガレットはジェマイマが帰宅しないため心配になった。同日、マーガレットは子供がマッキースストリートにある共同住宅の廃墟から出てきて敷地内で見かけた死体についての話をしていたという噂を聞いた。18日の朝までにマーガレットは心配のあまり最悪の事態を恐れつつも自ら廃墟に入り、ジェマイマの遺体を発見した。遺体はうつ伏せで寝かされており、 ひどく殴打されていた。靴やストッキングが遺体の近くに落ちていた。検視の結果、ジェマイマは合姦され、特に顔面を激しく殴打された後、履いていたストッキングで考察されたという結論になった。ジェマイマが殺されたのは、遺体が発見される約30時間前のことだった。パトリシア・ドッカーとは異なり、ジェマイマ・マクドナルドの遺体は、下着は引き裂かれていたものの、 完全に服を着ていた。警察が殺害された日の夜のジェマイマの行動について調査したところ、バローランドボールルームでジェマイマと一緒にいた男性について正確に説明できる目撃者が数名現れた。マッキースストリートで個別訪問調査を行ったところ、ある女性が正確な時間は思い出せなかったが、ジェマイマが殺害された夜に女性の絶叫を聞いたと証言した。 グラスゴーシュ警察は、パトリシアの事件とジェマイマの事件との間に、顕著な類似点がいくつかあることに着目した。どちらも殺害された日の夜にバローランドボールルームに行ったこと、殴打ーーされた後に紐で考察されたこと、ハンドバッグが犯行現場から持ち去られていたこと、殺害された時に整理中だったことなどである。しかし、当初、二つの殺人事件は同一の加害者の犯行で、 あると考えられていなかった。1968年のパトリシア・ドッカー、殺害事件の捜査はすぐに凍結された。証人や確実な証拠が乏しかったために、警察は情報を少ししかつかめず、また、パトリシアが殺害された日の夜にバローランド、ボールルームに行っていたことを殺害の3日後に突き止めた、だけで、 捜査がほとんど進展しなかったのも原因である。18ヶ月後、ジェマイモ・マクドナルドの遺体が発見された後、警察はパトリシア・ドッカーの殺害との著しい類似性を認識した。警察は2件の殺人を同一の加害者の犯行に断定的に結びつけることはしなかったが、その可能性を完全に無視することはできなかった。 捜査官が話を聞いた目撃者は誰も被害者が殺害される前に一緒にいた人物を直接的には知らなかったことから犯人はその地域の外から来た人物である可能性があったが警察は犯人が高い土地感のある人物であると確信していたバローランドボールルームの写真殺害された女性たちはこのダンスホールでバイブルジョンに遭遇したと考えられている スコットランドの殺人者の捜査において、初めて被疑者の似顔絵が報道を通じて公表された。被疑者はジェマイマが最後に生きて目撃された時に一緒にいた男性である。似顔絵は被疑者特定のため新聞やテレビを通じて、スコットランド中に広められた。さらに、被疑者の特定のために、男女両方の覆面警官が動員され、バローランドボールルームを監視した。 1969年10月31日、犬を散歩させていた男性が、グラスゴーのスコッツタウンにある、共同住宅の後方で29歳のヘレン・パトックの遺体を発見した。ヘレンの遺体は、アールストリートにある自身が住むアパートの裏庭にある、排水管のそばで発見された。ヘレンは服を一部脱がされ、顔をひどく殴打された後、強姦され、履いていたストッキングで考察された。 ヘレンが持っていたハンドバッグそのものは犯行現場からなくなっていたが中身は遺体の近くにばらまかれていた。ヘレンの足や靴についていた植物のシミから犯人に対して激しく抵抗したことが伺える。ある時まで明らかに近くの鉄道の土手によじ登ろうとしていた。遺体の右の状態には深い光合コンが見られた。また犯人はヘレンが使っていた。 生理用ラップ菌を遺体の左腕に挟み込んでいた。前の二人の被害者と同様に、ヘレンも殺害された時には、生理中だった。殺害される前夜、ヘレンと姉のジーン・ラング・フォードは、バローランド・ボールルームに行っていた。二人はその場所でそれぞれある男性と知り合ったが、どちらもジョンと名乗っていた。一方の男性は、キャッスル・ミルクに住むスレートコート自称していた。 もう一方の人物は上品な言葉遣いをしていたが、自分がどこに住んでいるかを明かさなかった。姉妹は二人の男性と一時間以上一緒に過ごし、四人はバローランドボールルームを出て自宅へ向かった。ジーンのダンスの相手だったジョンと名乗る人物はバスに乗るため、ジョージ広場へ歩いて行き、ジーンとヘレン、ヘレンのダンスの相手だった人物はタクシーを拾った。三人は、 グラス号十字路を出発し、ナイツウッドにある寺院の住居へ向けて20分間正方へ進み、寺院はそこで降車した。その後、タクシーはスコッツタウンにあるヘレンの住居へ向かって行った。タクシーの中での3人の会話から、犯人のプロファイリングに関係する重要な情報のほとんどが明らかになった。寺院はチャペルでの教育を受けた経験があったが、後に刑事に伝えたことによると、 ヘレンのダンスの相手は禁酒主義者でタクシーの中での会話の際に旧約聖書のモーセの話をたびたび引用していたというその人物はバローランドボールルームのことをアダルタースデンオブイネキティと評したその夜のダンスの終わりに4人が上着を取りに行った時には既婚女性がバローランドボールルームに来ることを非難する発言をしていた人員自身は ケルソーストリートでタクシーを降りたが、その後、タクシーは R ストリートへ曲がっていった。寺院によれば、被疑者は背が高く痩せていて、身なりの良い若い男だった。髪は赤みがかかっていたか金髪で、年齢は25歳から30歳、身長は180センチメートル弱だった。この人物は、ジョン・テンプルトン、ジョン・センプルソン、または、ジョン・エマソンと名乗っており、 礼に正しく上品な言葉遣いをしていた。自身はカトリックでもプロテスタントでもないと述べていたが、自宅へ向かうタクシーでの会話で聖書から言葉を引用した。ジーンは捜査官に3人でタクシーに乗っている間に、この人物はジーンの存在を不都合に思っていることが徐々に露骨になっていたとも述べていた。タクシーに乗っている間に、この人物はアルコールを飲まないようにしているのは、 両親の厳格な態度から、そのように習慣づけられているためと述べ、I don't drink at h o g m ア n e I play, と言った。さらに、自分の父は、ダンスホールは、レンズを V ネキティであり、このような場所によく訪れる、既婚女性は、根からアダルタースであると考えていると述べた。ジーン・ラング・フォードによれば、ヘレン・パトックと一緒にいた男性は痩せていて、背が高く、 レードテーラーの仕立ての良い茶色のスーツを着ており、エンバシーという銘柄のタバコを吸っていたという。また、グラスゴーのヨーカー地区で酒が飲める店をいくつかよく知っていると述べ、研究所で働いていたことがあるとも発言した。独特の顔の特徴としては、前歯が重なっているなどの点を挙げた。その一方で、バローランドボールルームの用心棒をアジ寺ンによる説明のほとんどが間違っているとして、 ヘレンと一緒にいた男性は背が低く上品な言葉遣いをしていて髪が黒いと主張した。この男性を最後に目撃した可能性のある人物に深夜バスの運転手と車掌が挙げられる。この二人の人物の証言によるとラングホードの証言に合致する若い男性が10月31日の午前2時頃にダンバートンロードとグレイストリートの交差点でバスを降りたという。その男性は ミナリがひどく乱れた状態で、ジャケットに泥のシみがついており、鈍い赤色の汚れが、目のちょうど下の方のところに付着していた。その男性はたびたび片方の袖を、ジャケットの袖の中に短くまくり上げていたは、現在の捜査官1 9 6 9年に逮捕された被疑者の詳細について伝えている。ブラウンはその人物が犯人である、可能性が非常に高いと考えているが、 単に前歯が目を引くほどに重なっていなかったという理由で犯人ではないとされた。レスブラウンによれば、その人物が逮捕の直前にバローランドボールルームで若い女性と口論していたことが捜査官の関心を引いたという。その人物は要望が苦いと非常に似ており、その後に真の名前とゴーバルズにある本当の住所を明かす前に偽名と偽の住所を警察に伝えていたが、 結局、釈放された。ブラウンによれば、ある巡査部長は最も疑わしい被疑者だったと認識していたものの、目を引くほど前歯が重なっていたわけではないというだけの、理由は釈放を命ずるのに十分であると判断された。数年後、ブラウンは、バローランドボールルームの外でその被疑者を逮捕した後に、病院へ移送した刑事と話をした。被疑者は抗論の後、 頭部に数箇所を縫う、必要のある外傷を負っていたが、手錠が外されると即座に病院を脱走した。この出来事の時、その人物は医療職員に自身の名前を偽って、ジョン・ホワイトと伝えた。この基本的な状況証拠に加え、その人物の全体的な行情により、デス・ブラウンとその同僚の数名は、この人物が犯人である、可能性があると思うようになった。 1996年、ストラスクライド警察は、ジョン・アービン・マッキンズの遺体を、サウスラ・ナークシャーのストーンハウスの墓地から掘り返した。マッキンズはスコッツ・ガーズで働いており、1980年に41歳で、自殺を試み、上腕動脈を切断した。マッキンズは、元は連続殺人の被疑者の一人のいとこだった。マッキンズの遺体から得られた DNA 資料が、 ヘレン・パトックの考察に使用されたストッキングに付着していた精液の資料と比較された。実施された試験の結果は決定的なものではなく、当時の検事総長のジェームズ・マッケイは、マッキンズとヘレン・パトックを殺害した犯人とを結びつける証拠は不十分であると述べた。国王は、マッキンズが1996年7月のバイブル・ジョンの殺人と無関係であると公的に、 生命した。数名の犯罪学者や捜査官は、連続殺人者、ピーター・トービンが、バイブル・ジョンの正体であると考えている。トービンは2006年に、ポーランド人学生を殺害した罪で2007年5月に、有罪を宣告された。その学生は交換された後、殴打ーーされ、死殺された。1969年、トービンは、バローランドボールルームで出会った。 最初の妻と結婚した後、グラスゴーのシャッテルストーンからイングランドへ転居した。同年にバイブル・ジョンの殺人も終わった。その後、トービンは1969年から20年間ブライトンに住んでおり、1980年後半からスコットランドとイングランド南部に交互に住んでいた。20代の時のピーター・トービンと1969年のバイブル・ジョンの似顔絵の間には、 外見上顕著な類似性が存在する。また、当ーの3人の元妻は、当ーから抗菌される、窒息させられる、殴打される、強姦されるというような仕打ちをたびたび受けたと報告している。当ーは、月経周期に応じてひどい暴力にかられたとも、述べているを殺害した九段の裁判でのことだという。 ウィルソンはこの説が正しいことを示す状況証拠として少女が誘拐された日に少女と一緒にいた知人による裁判の証言とジーン・ラングフォードがヘレンが殺害された夜にバイブル・ジョンと交わしたと主張する会話の内容に類似性が見られたと語っている。アナグラム作戦警察はアナグラム作戦と名付けた調査を2006年から 開始し、数十年間にわたるトーの行動を追跡し、他の犯罪での潜在的な過失を確かめようとした。その結果、1968年にある女性がトーとバローランドボールルームで会った後に性的暴行を受けたことが判明した。2010年には別の女性が捜査官にバローランドボールルームで恐ろしい経験をしたと伝えている。女性によれば、トーは 自己紹介で、ピーターと名乗り、一緒にキャッスルミルク地域のパーティーに行くようにうるさく、せがんだという。この女性は若い頃のトービンの写真を見て、トービンが、バイブル・ジョンであると断言している。スコットランドやイギリスの他の場所での殺人事件は、バイブル・ジョンの犯行と断定されていない。また、この犯人の捜査は、スコットランドの刑事史上で、最も広域に捜査されたものの一つとなった。 三件の殺人事件は未解決のままである。多くの捜査官はこの事件の犯人は何者かにかくまわれている可能性が高いと確信している。この三件の殺人が同一人物によるものかという問題については見解の一致が得られていない。連続殺人では最初の二件の殺人の間が18ヶ月も空くのは稀なことであり。 あとの2件の殺人は模倣犯によるものか、その2件だけが同一の犯人によるものである可能性があるという意見もある。批判の声は警察にも向けられており、3件の殺人はすべて同一の犯人による強行であるという結論に飛びついたのは時期尚早であり、それが警察の捜査に自ら悪影響を及ぼしたという意見もある。1983年、 匿名の人物がストラスクライド警察に連絡を取った。その人物は自分の友人がバイブル・ジョンであると断言した。その人物によれば自分と友人はグラスゴーのクランヒルの生まれであり、1960年代にバローランドボールルームによく訪れていたという。伝えられたところによれば5年前にイブニングタイムズの記事を読んで突然に友人が 殺人事件の犯人であることに気づいたという。友人はオランダに住んでおり、オランダ人の妻がいるという。2004年、警察は犯人の特定のために多数の男性に対して遺伝子診断を行う意向を表明した。関係のある人物全員に血液資料を送付することを要求した。この試みの結果、 最後の犯行現場から回収されたバイブル・ジョンの生液の資料と軽犯罪の犯行現場から回収された DNA 資料とが遺伝的に80%一致した。2010年、これまでで唯一バイブル・ジョンと長く会話した目撃者で、あるジーン・ラングフォードが74歳で死亡した。ラングフォードの証言により、被疑者の第二の似顔絵が制作された。この似顔絵は現在も、 犯人の外見についての最大の手がかりとなっている。ウィルソン教授は、ピーター・トービンが、バイブル・ジョンである、可能性があると主張しているが、数十年前に犯人と会話したジーン・ラングフォードは、この説を知りけ、トービンはヘレンが殺害された夜に一緒に、タクシーに乗った人物ではないと断言している。バイブル・ジョン事件に関するカテゴリー。ありがとうございます。